オープン戦も残り4試合、開幕に向け本番モード突入の中、先発は開幕ローテーション入り内定の東浜。その立ち上がり、全てストレートでわずか9球、三者凡退に打ち取ると、2回もエンジン全開、ストレート、ここもストレート、全てストレートを決め球に回をまたいで4者連続三振。阪神打線を力でねじ伏せます。ボール球を減らすことを意識したという東浜はストライク先行で投げ込み、二塁すら踏ませず7回途中無失点、十分な手応えをつかみ開幕に備えます。まっすぐの出力のところで僕のピッチングの基準になってくるんで、このベースの底上げっていうところをオフにテーマでやってたので、今のところは結果として出てますし、感覚としても良くなってきてます。やり残したことがないような過ごし方をしていきたいなと思います。一方、打線は3回、前日ホームランを放った9番牧原がレフト前ヒットで出塁すると、続く周東はきっちり送りバントを決めチャンスメイク。その後一塁二塁とし、7試合連続ヒット中の3番柳田。主軸が返す。この日も打線がつながり先制点を奪います。1点リードの6回、得点圏にランナーを置き、6番栗原が3試合連続打点となるタイムリーを放つと、なおも続くチャンス。ファンの期待を背に代打中村晃。代打でオープン戦初となるタイムリー。出る試合は結果を出す。ベテランがぶれない姿勢で開幕を見据えます。そして8回には先ほどタイムリーの栗原。オープン戦2本目のホームラン。試合前まで打率1割台だった男がようやく調子を上げてきました。